大内峠一律か大内峠は、福島県藍津若松市と、道県南藍津郡下郷町の境界にある峠。峠の南側には、古くの宿場の雰囲気を残し、かやぶきの民家などが残る大内塾が存在する。現在、国道などは経由していないが、現在は、峠のやや西寄りの付近を、福島県道131号下郷、藍津本郷線が経由している。 この県道は改修が行われており、東峠の北に位置する氷玉峠付近の改修も、含めて2003年4月に開通したバイパスが存在し、大沼郡藍津里町方面と結ばれている。峠付近には一律化が存在している。当時、藍津若松と下谷国今市を結んでいた下野付街道が東峠付近を経由していた。また、 星名市の時代などでは参勤交代でも経由をしていた。1610年には本、峠南側の大内村の記録が残るほか、大内村は1643年の星名正幸が合図に入った頃に宿場として整えられていったとされる。1684年、豊田山の崩壊により五十里川が埋められたため、下野街道は役割を果たせなくなってしまい。 松川新道という新しい街道が開かれた。これによって、大内峠は一度打撃を受けるが、その後1723年に五十里川の湖が決壊したことにより、再び役割を取り戻した。しかし、その後合図藩は本峠を経由する街道の主な役割であった開米を別経路に移したため、百四十四年には開米が通らなくなったとされる。 明治時代に、三島道常によって改修された合津三方道路の野州街道は、東峠を経由せず、峠の東の地域、現在の合津若松市内戸町の阿賀川近くなどを経由するようになった。前述のような経緯のため、合津三方道路の後ろ身にあたる、福島県合津地方と栃木県を結ぶ、国道121号も、東峠付近を経由していない。しかし、その後に、 前述の福島県道131号下号、合津本郷線が本峠を経由するようになっている。ありがとうございます。